皆さんこんにちは。最近は、YouTube のカメラマンをよくやっている石川です。今日はですね、まずですね、ちょっとこちらのエボのページを見ていただきたいんですけども、ここの中にですね、説明がありまして、ここにですね、1ギメフィードバック制御が 11.2 倍、サーボですね、これね、向上して、さらにその下にスロットルの方のスピードコントローラーのレスポンスも最大100倍、V プロ比速いよということなんですけども、この意味が全然分かりませんという質問をですね、たくさんいただいたので、今日はちょっと説明していきたいと思います。まずこちらのですね、送信機、一番速いこう MATS モードで使った時なんですけども、ですね、じゃあちょっとこれカメラをかけるとよろしいです。これ今送信機がありまして、これが今 MR03 の V プロですね、プロ系の基板の場合という絵になっています。送信機からここの受信機のアンテナまでっていうのがあるんですけども、この送信機は 2.6 ミリ秒に1回でこう操作をした信号を、操作をした信号を車にこう伝えてるんですけども、でこの 2.6 ミリ秒というのはどれぐらいかというと、1秒間は、1000ミリ秒なんですね。でもね、結構ちょっと難しいんですけど、頑張って何回も見直してついてきていただくと、今回のエボの良さも分かるかなと思います。これがですね、送信機が車体に送る信号は 2.6 ミリ秒に1回。これ分かりやすく言うと 0.0026 秒になりますね。で今まで、MHS を使っていただくと、この間隔で電波が届きます。でそうすると届いた電波はここの、受信のメインのチップがあって、その後に実際に処理をするのはサーボと受信機の IC がここに今まで入っていました。でここからサーボを動かすんですけども、これポテンションメーターというサーボの角度を測るセンサーがついているんですけども、ここがつながっていて、サーボモーターもつながっています。でそこから分岐して ESC ですね、スピードコントローラーの IC に信号を送って、これ動力用のモーターが回っていたよというのが、これまでの MR03V Pro 系の回路になりますね。でちょっと今度下の方をちょっと見ていただくと、じゃあエボではどうなったかというと、この別体式になっていればレシーバーユニットが、上に乗っかってる設計になっていまして、これもですね、電波が飛んできますが、ここまでは同じ 2.6 ミリ秒です。これは送信機が信号をこの間隔で送っているので、ここは速くならないんですね。でその代わり、じゃあどうなっていくかというと、今までですね、次を見ていくと、受信機が上の段に乗っていまして、そこから実はここの基板にサーボの IC というのがサーボ専用に1個乗ってるんですね。でこれちょっと上の、プロを見てもらうと、前はサーボと受信機の回路が、同じでした。で今度は別体になって、じゃあ何がいいのかというと、ここはですね、このまず受信から機からまずサーボまでが1回路あって、そして ESC ですね、スピードコントローラーまで1回路という別々の回路でまず信号が今度送られてるんですね。で今までじゃどれだけ時間かかってたかというと、ちょっと上の方を今度で行ってみてください。プロの方はまずここの受信機とサーボで制御されるんですけども、一番大きな違いはサーボの1ギメですね。サーボが今どこにいて、ずれてるからモーターが動かそうっていう制御というのは、この0.0026秒、2.6ミリ秒に1回しか実は制御されていなくて、電波が飛んできてない間っていうのは、実はサーボは休んでたんですね。で、じゃあこちらはどうなったかというと、エボの方は飛んでくるのは 2.6 秒に1回なんですけど、ここがですね、この中で、さらに高速な 0.23 秒ですね。これが前は 2.6 秒に1回しかプロはされてなかったんですけど、エボはさらに自分の中の回路で 0.23 秒に1回、
1義務をし続けて、いる形になります。これちょっと分かりにくいんですけど、実際どういう違いがあるかっていうのをちょっとね実機でお見せしたいと思います。はい、これはね、MHS モードで動作する EX6R で電源です。でこちらが、これがプロですね、 03VE プロの電源をちょっと入れます。はい、でこちらが03エボ、はい、で音全然違いますね。実はこの高周波になったものが、より制御回数多いんですけども、もちろん今これ普通に動かしている状態ではどちらもちゃんともちろん動きますし、抵抗する力もいます。今送信機はニュートラルなので、ね、必ずニュートラルに戻します。でここでじゃあ電波途切れたらどうなるかなっていうことなんですね。本当は 2.6ms 0.0026秒に1回電波を送ったらその後実は途切れている状態を再現しますね。スイッチ切っちゃいます送信機ね。そうすると電波が止まりました、ね、こちら、プロの方はこの時に外乱があるとステアリングはこのようにその角度に動いちゃう。でこれは電波が途切れている間は実はサーボは制御されてないということなんですね。対するエボは送信機の電源が切れていて信号が来てなくても必ずそこに位置づけようとするということですね。ここが一番大きな違いです。電波がちょっと復活します。はい、そうするとやっとプロは戻ってくるんですね。でこれって実際はハンドル切ってる時に地面からのこう戻しがあったりとか外乱があったりするわけ、振動も来てるわけですけど、エボは送信機が来てない間も行く最後に指示した位置をきちんと居続けようとする制御、この1義目制御が、11.2 倍というのは 12.2 倍多く繰り返し続けられているんですね。逆に言うとプロはエボに比べると 11.2 倍の間何もしてないふうに考えることができます。ここがまあ一番大きなところですね。でこのステアリングのねちょっと近づいてもらうと分かると思うんですけど、これがすごく高周波な音が出てる。でこれがその制御回数ですね。非常に高周波ということは制御回数が増えているという形で、逆にこっちプロの方はやっぱ音を引く、それに比べると全然ちょっとこれ音がねこっちがうるさいんですけど、ね、かなり音静かですよね。まあ、これが、実際にサーボの位置を保持し続けようとする力の違いですね。あ、これちょっとうるさいから一回切っちゃいますね。でそして今度スロットルのレスポンスが最大100倍速いというのはどういうことかというと、じゃあカメラさんちょっとですねここに来てほしいんですけども、まずプロの場合は電波は 2.6 秒に1回必ず送られてきて、でここから、この受信機からスピードコントローラーまでっていうのは半分アナログな感じなんですけど、ここの1500マイクロ秒っていうのがこの実はここの1500マイクロ秒に電圧が立ち上がっているこの長さで実はアクセルの解度っていうのは指示してました。だからデジタルなんだけどアナログ的な使い方なんですね。でここのシグナルの大きさって実は1500ミリ秒ですけど、今度ちょっと下に見ていただくと、ここの受信機から ESC の通信っていうのは、ここはですね、ミリ秒にすると 0.015 ミリ秒しかないんですね。でここがもう100倍、まあ、短くなっている。でこれは何が起こるかというと、まあ、ここの信号が立ち上がっているところですねだけ取ったとしても、人がスロットルを握ってからモーターが動き出すまでに、まあ、絶対に1500ミリ秒を差があったものが一番短い時は握って本当に 0.015 ミリ秒で、次のモーターは駆動する、アクセルのレスポンスが、まあ、ムラなく伝わるという、ね、そこが、まあ、非常にアクセルコントロールの、違うというふうになっています。ただ、まあ、ちょっとデメリットだけも伝えておくとすると、まあ、デメリットといってもこうわずかなんですけど、今度前は、このサーボと受信機が、まあ、同じ回路にあったんでこの中もほぼ、時間ゼロだったんですけど、まあ、今度は受信機からサーボの IC までっていうのは、15マイクロ秒、これは、0.015 秒はここで、通信に時間がかかるということで、
まあ、ほんのちょっとですよね。これ秒にするともう 0.00015 秒とかわけわかんないぐらいいっちゃう。さっきね、岩崎さんと電卓で変換したんですけどまあそれぐらいここのわずかな遅れは発生してますけども、まあ、その全体のその 2.6 ミリ秒に比べたらもう限りなく近い短い時間になりますので、まあ、本当にレスポンスが、点ぐらいはほんのちょっと下がりながらも内部の処理速度は 11.2 で最大のスロットレスポンスは100倍になるというのが、こちらになりますね。ここに書いてあることですね。ちょっとねここにはねそういう風に細かく書けなくて、あれなんですけど、ここはまあ1ギメフィードバック制御が 11.2 倍で、スピードコントロールレスポンスがまあ最大100倍という、説明になります。まあね、これでもちょっとかなり難しかったかもしれないんですけども、まあ興味ある方はですね、僕に聞いていただければいつでももう一回説明しますので、ぜひですねこのあたりよくよく、こう頭の中で思い浮かんでいただくと、よりエボをですね楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。じゃあですね、なんか分かんないことあったらお会いした時に聞いてください。そうだそうだ、ごめん、それで終わっちゃダメなんだもう一個、そのサーボのもう一個のことは大きな違いがあったんだった。で今回そのエボの違いのサーボの制御的に違うところっていうのが、これかな、こっち、これじゃない、これですね、はい、そうそう、それのサーボの違いなんですけど、ここにですねステアリングのパワー L と H って2段に分かれていて、これ前で言うとステアリングゲインってなってたと思うんですけど、これってどういうふうに違うかというと、ちょっとこれステアリングを見せてください、はい、人間って今の車に近い時にちょっとだけ切るときとこうガバッて切るときがあると思うんですよね。これって車の制御からすると、まあ今例えばニュートラルでここからちょっとだけ切ったときっていうのは近い位置なんですよね。この時にあんまりドガンって動いちゃうとすごいクイックすぎる動きになるので、この L っていうとですね、ステアリングパワー L っていうのは今の決めた位置からちょっとだけ動かすときにどれぐらいこう立ち上がりを強くするか、そこを締めています。で逆に今度ガパって切ったときはなるべくたくさんこう位相がずれたときとか、ね、何かこう抑えられててハンドルたくさん切ってどうしてもそこに強力に向かわなきゃいけないときっていうのは、このステアリングパワー H っていうですね、こっちのゲインが効いてくるということで、もうこれをするとセンター付近はマイルドで、奥の方ですね、もっとギュッてたくさん試験員で左にギュッて切らないといけない時の応答性は、まあ、上げられるとかですね、そういったところを好みの味付けにできるということで、今ね慶応さんのステアリングデジタルサーボってすごく評判がいいんですけども、まあ、そういった技術をこのミニチュアにですね取り入れております、ね、ぜひですねこの辺りも、ね、買っていただいたら試していただきたいなと思っています。はい、もうちょっとこれ言うの忘れちゃうところだったんですけども、でこの辺もお会いした時には説明しますので、ぜひぜひですねお声掛けください。ありがとうございます。